この記事は、エーロ・サーリネンと同性で、やはり建築家だった人物について述べています。ゴットリーブ・エリエル・サーリネンは、フィンランド南東部の旧ロシア帝国領の町、ランタサルミ生まれの建築家、都市計画家。20世紀初頭、フィンランドにアール・ヌーボー様式の建築を多く建てた人物。後に、アメリカ合衆国に移り、アールデコの時代の超高層ビルデザインに、 大きな影響を与えたほか、美術やデザインの教育に力を入れた。アメリカの建築家エエロ・サーリネンは息子。ヘルシンキ中央駅サーリネンは1873年8月20日に、フィンランド大公国、ランタサルミニ、聖職者の父、ジュホ・サーリネンと、母セルマ・ブロムズの間に生を受ける。森と平野に恵まれた恐竜から、やがて旧ロシア帝国領のインケリ地方に移り住む。 科学と語学の勉強が得意で、10代で美術に関心を持つようになると、学校の長期休暇に、サンクトペテルブルクのエルミタージュ美術館に行くことを楽しみにしていた。タンペレにあった美学校に進学したサーリネンは、水彩画と風景画を描き、やがてデザインを学んで、後にヘルシンキ工科大学で建築を学ぶ。学友のヘルマン・ゲゼリウスとアルマス・リンドグレンと、 大学在学中に事務所ごせよアス、リンドグレーン、サーリネンを作り共同生活を始めた。最初の大きな作品は1900年パリ万博のフィンランドパビリオンであり、フィンランドの木造建築、イギリスのゴシックリバイバル建築、ドイツの有限としているなど様々な様式からの影響を一つにまとめ上げた作風であった。初期の建築スタイルは、 後世の評価により、19世紀末期、カレワラや欧州各地に広がった民族主義を背景に、フィンランドで燃え上がっていた国民的ロマン主義の建築分野における展開と認められている。国民的ロマン主義は、ヘルシンキ中央駅で頂点に達したが、このコンペニュー賞をきっかけに、ロマン主義の同志であったゲゼリウスやリンドグレンらとの共同活動に終止符を打ち、独立することとなった。 サーリネンは他にもフィンラン国立博物館を手掛けた。他、フィンランドの郵便切手数種や1922年に発行されたマルッカ紙幣もデザインしている。ヘルシンキのムンキニエミハーガ住宅地開発計画の模型。市街地全域を再開発する計画は、費用の問題などから結局実現されなかった。ムンキニエミハーガ住宅地開発計画図。 広い中庭を囲む高層住宅群を組み込み自動車交通の増加を見込んだ道路網を廃した。さあ理念の住宅地開発計画のスケールを示すため簡略化した計画図に2008年時点の道路網を重ねた。都市計画分野でも活躍し、1911年にはハンガリーの首都ブダペストの都市計画顧問を務め、1912年には オーストラリア連邦のキャンベラ新首都計画のコンペで、ウォルター・バーリー・グリフィンに続く時点に入選、エストニア・タリンの再開発都市計画コンペでは見事一等に輝いた。フィンランド国内では、ヘルシンキ中央駅周辺整備計画と同市に含まれる市街地ムンキニエミから郊外のハーガまで視野に入れた住宅地開発計画を担当し、 校舎は1915年に860ヘクタールの広大な住宅地の構想を表して上司する。1917年に祖国フィンランドが独立、首都ヘルシンキの都市計画顧問を受諾すると、1918年には大ヘルシンキ計画地、レオハラディプランを発表した。1922年、シカゴトリビューン社の本社や、 トリビューンタワーの国際建築設計協議が行われ、サーリネンは辞典であった。水平の線を排して上へと伸びる垂直線を強調し、上層部になるほどセットバックして細くなる設計案は1位になれず実現しなかったものの、屋上を押さえつけるようにコーニスを排した、それまでの箱型の高層ビルとは異なる、ゴシック的で上昇感の強いデザインは、 アメリカの建築界に衝撃を与え、以後、国内各地にサーリネンのデザインを模し、上に向かって細くなる設計の超高層ビルが氾濫した。中でもヒューストンに1929年に完成したガルフビルは忠実になぞった例である。トリビューンター設計を機に、翌1923年、家族を伴ってアメリカに移住し、ミシガン州を拠点に設計。 教育活動を続けた。在米2年目には、ミシガン大学の昌兵教授の座を受託する。クランブルック教育コミュニティ1925年、ミシガン州の大手地方支社主で芸術愛好家でもあったジョージ・ゴフブースは、かねて構想していたアメリカ版マウハウスとなるべき学校群のキャンパスの設計をサーリネンに依頼した。そのクランブルック教育コミュニティを手掛けたサーリネンは、 同初に美術アカデミーが開学すると教職を得て、1932年には校長に任じられた。同学からチャールズ・イームズやデイ・イームズなどの優れたデザイナーや芸術家が生まれた。サーリネンは後にイームズ夫妻と仕事で組んでおり、家具デザインに大きな影響を与えた。クランブルックではサーリネンの妻も織物や染色を教え、 スカンジナビアデザインの染色工房を構えて、サーリネンの建築物の内装に参加する。ミシガン大学の建築学部教授にもなっており、教え子の一人エドモンド・エヌベーコンは、1949年から1970年にかけてフィラデルフィアの都市計画総合プロデューサーを移植され、高い評価を得ている。渡米後間もない時期に昇平を受けて帰学して以来、長年にわたる、 その貢献を記念し、今日、同学のタウ・ブーマン建築、都市計画学部は、客員教授プログラムに、サーリネンの名を冠している。息子のエイロ・サーリネンは20世紀半ばのアメリカを代表する建築家となり、不思教作もある。シカゴのトリビューンタワー設計案フィンランドの切手、サーリネン肖像。ありがとうございます。